ばんは、ハモです。今回は、今が育成のチャンス、おすすめかけら紹介をしていこうと思います。この前の金曜日から、白磁の塔だったりとか、ガチャ更新があったと思うんですけど、そちらの更新によって、属性強化ショップとか選べる UR ユニット40個、5ステップアップ召喚といった、ユーザーが、好きな、かけらを選んで、入手することができる手段っていうのが、今、過去一で多いと思います。属性強化ショップでは、それぞれ、ユニットのかけらを40個、まあ、各40個ずつ、購入することができますし、5ステップアップだと、最大200個、かけらを入手することができます。しかも今回に関しては、コスト100のキャラも対象なので、1キャラに絞って、入手すれば、最大かけら240個入手することができるので、かなり育成がはかどるんじゃないかなと思います。構わぬ、突っ込め。はい、これから、美課金的におすすめなキャラっていうのを紹介していくんですけど、まあ、紹介したキャラ、全部持っている人は、まあ、もう育てきってたりすると思うので、紹介したキャラクターの中で、持ってるけど、育ってないっていうキャラクターですね。それと、得意な属性を強化するみたいな、まあ、そういった方針で選んでもらえればいいかなと思います。では、まずおすすめ1弾ですね。コスト100のユニットたちですね。ギルガメッシュ、破滅シテル、オーモント、クロヘレナ、ディーン、ドレセラ、ジェータン、オペロンですね。今、工場のコスト100のユニットは、全部で8体なんですけど、それぞれの役割を、分類するとこんな感じになりますね。破滅シテル、ディーン、オペロンは、物理アタッカー。クロヘレナ、ドレセラ、ジェータンは魔法アタッカー。まあ、ちょっとあれですね、この魔法アタッカーっていうのは魔力依存のアタッカーだと思ってください。ジェダンは射撃なんですけど魔力依存なので。それから、タンクに、オーモント、ディーン、サポーターとしてギルガメッシュがいるっていう感じですかね。で、この中でそれぞれ、持ってて育ってないキャラっていうのを、決めて、かけらを買ってもらってもいいですし、例えば複数持ってるけどどれを育てればいいのか分かんないみたいな時は、例えば他に強い物理アタッカー、例えばノクトとかプロンプトとか、まあ、そういったキャラがいるのであれば、魔法アタッカーを優先的に育てるっていうのもありですし、タンクが全然いないよっていうのであれば、タンクを育てるのもいいかと。で、個人的には、こういう順番でおすすめかなと思ってます。やっぱり最新キャラの方が強いっていうのと、あらゆる編成に対して互角以上に戦っていけるかみたいなところを考えると、クロヘレナ、オベロン、ジェイダンは、一番優先してかけらを購入した方がいいかなと思います。クロヘレナとジェイダンに関してはやっぱり光闇っていうところで、属性相性完全な不利っていう属性がいないので、これからも長く使っていけるキャラになるかなと思います。またオベロンは、まあ、土属性で風属性には弱いんですけど、一人で完成され尽くしてるんですよね。そういった意味で言うと、クロヘレナと互角ぐらいな、自己完結の能力があるかなと思います。それに比べるとまあちょっと落ちるんですけど、ドレスアップグラセラ、オーモント、ディーンっていうのも、かなりおすすめになります。魔法アタッカーが、一人もいないっていうのであれば、どちらかというとクロヘレナの方がおすすめなんですけど、まあ、クロヘレナは持ってるけど、持ってて育ててるけど、まあ、ドレセラは育ててないよとか、オーモント持ってるし、セティアも当てたけど、ドレスアップグラセラは全然育てられてないみたいな人にはおすすめですね。ディーンに関しても、サブタンクのアタッカーみたいな感じで、非常に強力に使えるのでおすすめかなと思います。それに比べるとやっぱり、最初の方に出た破滅シュテルとかギルガメッシュっていうのはちょっと優先度は下がっちゃうかなと思います。全然使えないってことはないんですけど、やっぱり最近出たコスト100のユニットの方が強かったりするので、もし持ってるのであれば、上の方から順番に優先してもらえればいいんじゃないかなと思います。でもこれしか方法がないんだ。はい、次におすすめするやつ、おすすめ2ですね。おすすめ2は、タンクキャラクターですね。オーモント、シャルロット、エンゲルベルト、レイン、ディーンですね。ちょっとオーモントとディーンはコスト100のところで紹介しとかぶったんで若干、雑に説明するんですけど、まあ、この5人になります。タンクのキャラクターって、他の属性に、添えるってことも全然できますし、いろんなタンクキャラを持っていくことで、その環境に応じたタンクっていうのを出せるので長く使っていけるキャラかなと思います。キャラによっては、コスト100のユニットよりも長く使えるってことも全然あり得るかなと思います。特にエンゲルベルトなんてリリース初期から今までずっと活躍してますよね。一時期その EX が出た後
はさすがに99レベルだったんで、まあガクッと数は減ったんですけど、 EX してからかなりまた増えてきて、ジェイダンもいるっていうのも相まって、光パーティーでは必ず必須と言えるぐらいのキャラクターになってるかなと思います。はい、タンクのキャラクターも分類分けするとまあこんな感じですね。オーモンとエンゲルベルトは物理タンク、シャルロット・レインは魔法タンクっていう感じですね。で、D に関しては初期ヘイトがあるので、タンクとしても使えるんですけど、どちらかというと、アタッカー寄りのタンクで、物理も魔法も両方まあ受けれるっちゃ受けれるんですけど、専門のタンクっていうわけではないかなと思うので、ここには入れてません。で、タンクキャラクターに関してはこんな感じかなと思います。やっぱり一番優先すべきなのはオーモンとシャルロットかなと思います。時点でエンゲルベルト、そして最後にレインって感じですね。で、まず、シャルロットとレインに関しては魔法タンクなんですけど、やっぱり、魔法タンクとして引くのであれば、シャルロットの方が断然おすすめかなと思います。やっぱりレインは昔のキャラクターなので、どうしても素早さが遅かったりとかムーブが3だったりとかするんですけど、それに加えてシャルロットは速くて、ムーブも4にできて、かつ、物理もある程度受けれるっていうところで、かなりアビリティとも優秀なので、迷ったらシャルロットの方をおすすめしたいかなと思います。で、オーモントとエンゲルベルトに関しては両方物理タンクなんですけど、やっぱりオーモントの方が、状態異常とか、できることっていう幅を考えた時に、オーモントの方がやっぱり使いやすくていろんな状況で使えるので、まあどちらかというとおすすめかなと思います。ただエンゲルベルトに関してはコストも低くて昔からずっと使えるキャラですし、持ってる方も多いかなと思うので、この機会に、120にするっていうのは全然ありなんかじゃないかなと思います。どうだわしの。はい、続いておすすめ3ですね。おすすめ3はトラマスが優秀なキャラたちですね、ロブ、オルドア、ジザ、ムーア、ベルリックですね。で、どんなトラマスかっていうと、詳細は説明しないんですけど、分類分けするとこんな感じですね。オルドアとジザに関しては AP 回復のトラマス、ロブに関しては CT アップのトラマス、ベルリックはブレイブを上げることができるトラマス、ムーアはフェイスを上げることができるトラマスですね。まず左からなんですけど、やっぱり AP 回復のトラマスっていうのはもう、どんな場面でも活躍することができます。アリーナ、ギルドバトル、レイド、高難易度イベント、白磁の塔、裁きの試練とか、まあ本当に活躍できないところがないっていうぐらい優秀なものになってるので、まあ最近は最近始めた方でも、レベル99のキャラクターを入手した状態で、できたり始めたりできると思うので、実は持ってるけど火星光持ってないよ、鈴持ってないよって方は、まあ、ほとんどいないと思うので、まあ、不要かなとは思ったんですけど、一応挙げておきました。で、オルドアンエプロンに関しては、まだ持ってない方っていうのも、美課金以下の方は多いと思うので、まあ、この機会にオルドアを、レベル99までして、通称ふんどしですね、あれを入手するのはいいかなと思います。かなり使い勝手いいですね。で、ロブのトラマスに関してはこちらどちらかというとアリーナとかギルドバトルで、活躍より、もう一段上の活躍をしたいって方にはかなりおすすめになります。ロブの鎧はかなり、それを持ってるだけでこう戦略が1個増えるぐらい、かなり強いトラマスなので、ぜひ持ってない方はこの機会に手に入れることをお勧めしたいかなと思います。で、ベルリック と、ムーアに関しては、どちらかというと楽をしたい人向けですね。新しいキャラクターを入手すると、物理のキャラはブレイブ、魔法のキャラはフェイスを両方97まで上げると思うんですけど、弊社で上げられるのはまあ70までなので、残りは手動で上げる必要があるんですね。そういった時に、例えば今までだったら、侍の技とか、フィーナの励ますとかで、まあ、ブレイブフェイス上げてたと思うんですけど、この2人のトラマスを使うことによって自動でオート周回しながらブレイブとかフェイスを上げたりすることができるので、まあ、そういったところで結構ストレスは減るかなっていう感じですね。優先度としてはこんな感じかなと思います。まあ、ジザ持ってる方も多いので、まあ、省いても良さそうなんですけど、ジザトラとロボトラは、かなり価値観が変わるぐらい強いものなので、優先度は一番高いかなと思います。その次はまあオルドアのエプロンですかね。こちらも、装備できる人は限られるんですけど、 かなり汎用性高いので、で、ムーアとベルリックのトラマスに関しては、まあ、余裕がある人向けって感じですかね。持ってるけど育成できないキャラが全然いなくて、
これから楽したいよって方は、ムーアとかハベルリクのトラマスを持っておくと、今後ブレイブアゲとかフェイスアゲがあんまり苦労することなくできるかなって意味で挙げてます。はい、今回はこれで終わろうと思います。まとまってかけらが買えるタイミングって結構貴重なので、この機会にぜひ、持ってるけど育成できてなかったキャラとか、あともうちょっとで EX120 なのにとか、あともうちょっとでトラマス取れるのにみたいな、そういったキャラクターに対して、ガッてこう集めて育成するのがいいんじゃないかなと思います。特に5ステップアップ召喚の場合は、ついでにガチャもできるので、副産物として持ってないコスト100のキャラクターだったりとか、ビジョンカードっていうのが出る可能性もあるので、そういった運試しがてら、購入してみるのもいいんじゃないかなと思います。よければ、高評価、チャンネル登録、Twitter フォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。